はい、では改めて、まあ、ここから後半ですけども、はい、2人の上半期のベスト10をちょっとテロップで、おさらいをしましょうか。はい、はい、感じでまず小川君が出てると思います、うんうん、で僕のが次に出てますかね。あ、こんな感じなんですけど、うん、で上半期のトークの後半ですけども、はい、で僕の10位内には入んなかったけども、はい、小川君が見てあの面白かったのがある。僕はね、まあ、小川君のベスト10の中で、はい、良かったのが、っていうか語ってもいいなと思ったのが、あの1位の、はい、屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホーガンと、あと7位のフォード VS フェラーリの、はい、が惜しくも僕のベストに入らなかった作品で褒められます、はい、僕はですね、うん、あれですかね、原口さんの5位の、ハーレークイーンの華麗なる覚醒と、あとあれですね、その7位の許された子供たちですね、うん、ではこの4本を次に語っていきましょう、はい。でまず、はい、小川君の1位の屋根裏の殺人鬼、はい、フリッツ・ホンカ。いやちょうどよくあのその前にあの暗数殺人でこう行かれたやつ云々の話が出てきた後で、まあ、すごく成功性があるんですけど、このフリッツ・ホンカさんはそういう意味ではキング・オブ・キングスでしたね。うん、そのね、フリッツ・ホンカのキャラクターがね、はい、本当ね、あの小川君が好きそうなキャラクターだなと思ったよね、うんうん、で殺人鬼もののホラーっていう風なのを期待すると、まあ、ちょっと裏切られるというか、はい、あの地味なちょっとドラマ系の映画ではあるんだけども、はい、まあ、そのフリッツのね、あの、はい、あまりにもボンクラなキャラクターが、ね、うん、最高だったね。で、あの単に娼婦を殺すだけじゃなくて、まずフリッツ・ホンカの自宅から行きつけのバーでその娼婦を見繕うんですけど、そのバーの汚さというか裏声ぐらいがすごいですよね。で、あと野郎はモテないおっさんボンクラばかりで、その娼婦も明らかに60前後ぐらいかそれ以上の薄汚いババ揃いでしたね。そう、今言ったね、社会の底辺で生きる人たちが集まってるそのバーのリアリティが素晴らしいなと思ったんだけども、うん、はい、うん、今公開中の一度も打ってませんっていうのはあるけども、それにも通じるね、バー映画としても面白いと思った、うん、で、あのババアといっても熟女とかそういうレベルじゃなくて、日本で言えば秋田城とかキーキリンみたいなものしかいないですけど、それをこうピックアップしてこう自宅に攻め込んでからのなんですけど、その自宅自体もね、こう汚くて、その裏ブレ感とか残虐さがすごいんですけど、ただこう語っていうのはね、あのドリフコントとか売れやすい金の春巻きみたいな話である気もしたくないんですけど、まあ、これはすごいですね、うん、で時々ね、勢いに任せて殺人を犯しちゃう、はい、そのフリッツのそのダメすぎるね、そういう日常をね、ニヤニヤしながら楽しむような映画だよね。ですね、あの去年見たあのハウス・ジャック・ビルトの、ジャック同様不器用な男でしたからね、まあ、ほんとこういう殺人鬼らしい殺人鬼って僕大好きですね、うん、その殺人鬼を描いた映画といえば、はい、去年の暮れにも、はい、テッド・バンディっていう、ね、そういう映画も公開されたんだけども、うん、それとも真逆なキャラクターだよね。あの映画ちょっとね、苦手だったんですね。あ、そう、うんうん、でもあっちはほら女性にモテモテのね、はい、イケメンで、はい、喋りも達者でさ、うん、でもこっちは男で、うん、不器用で、うん、モテなくてね、はい、どっちもね、実在した人物なのにね、うんうん、だからフリッツ・ホンカって、はい、なんかそういう世界ってさ、あの育ちのいい人には一生わかんない世界かも、うん、その点ですね、あの最近シネマと新宿で上映しましたアングスと不安 の、 あの主人公もかなり不器用な男でしたけど、うん、あれは先にそのクロディがちょっと低くて残念でしたよね。ともかくあの屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカはぶっ飛んでて素晴らしかったですね。はい、次の映画は、はい、フォア君が7位のフォード VS フェラーリ、はい、はい、これ僕ね、あの F1 とか車とかあんまり興味ないんですけど、この映画はレースとし、レース映画としても面白かったですし、あの敵はね、あのフェラーリだけじゃなくて自分の車内にいるっていう構図がまたグッときましたね。あ、そうね、まあ、うん、男たちの、まあ、友情と戦いのドラマがね、しっかりしててね、うん、まあ、正直車関係にやっぱ興味のない自分でも、まあ、十分に楽しめたっていうのはね、あ、原口さんも車に興味がない口だったんですね、うん、まあほら都内にいると車必要ないからね、うん、あ、なんかニューヨーカーみたいですね。ニューヨーカーじゃないよ、あ、東京都民か、うん、まあ、ともかく、はい、まあ、クリスチャン・ベールの演技はすごいし、はいはい、レース部分もかなりの迫力でしたよ。あ、クリスチャン・ベールって相変わらずすごい俳優ですよね、またこう役に合いきってますしね、うん、そうそうそう、で F1 マシーンとか、まあ、そういうレースにロマンを感じる人だったら、はい、まあ、まあ、絶対に心を揺さぶられる映画にはなってると思います、うん、あとね、あの運転シーンの見せ方がうまかった映画ですよね。こうギアチェンジを手元に見せるとか、こう見ていてこうライド感がある作りでしたね、う
ただほら今言ったけども、はい、自分は車とかねレースにあんまり興味がないってところで、うん、まあ、真に共感ができてないってところでそれで10位から外れちゃったなっていうのはあるかな。まあ、僕はですねこれ逆にほとんど知らない世界だからこそこう堪能できたかなっていうのはありましたね、うん、どっちかっていうとその組織の戦いっていうところが面白くて、今言ってみれば何だろう半沢直樹的な、うん、で見てないんだけどね、うんまあ、このレースと内部闘争の両立てですよね。まあ半沢直樹僕も見てないからよくわかりますけどね。いやいや、まあ、この映画、はい、実際もうすでにアカデミー賞の候補にもなったりして、はい、人もしてるし、まあ、世間的にも褒めてる人多いから、まあ、これぐらいにしておきましょう、うん、です。で次の作品は、はい、僕の、5位に入っている、はい、バーズ・カレーなる覚醒バーズ・オブ・プレイクス、はい、でこれが、うん、クレイジーで、はい、バイオレスも多くて、うん、で不謹慎なギャグも多くてね、うん、この世界はもう最高でしょ、うん、でハリウッド大作らしいアクション もう見せ場がたっぷりで、はい、自分としてはねあの、まあ、しっかりブラックコメディーとして作られているところも、うん、結構高く評価したいところです、うんうん、あのハーレークイーンのイメージに合っててシニカルでこうクオリティが高かったですよね。そうそう、でアメコミキャラの映画化っていうことで、うんはい、女版デッドプールっていう人も多いかなと思うんだけどもね、うんうんはい、でもそのハーレークイーンって派手なキャラクターが主人公なだけに、はいまあ、デッドプールよりも、まあ、ポップでカラフルだよね、はい、でその華やかなイメージで楽しくて、はい、今までの DC 映画っぽい暗さがないっていう感じがするね、うん、そう、そのポップさが良かったですね。で、あの賢いあのデコ法を使ったりね。で終盤になってさ、はい、あのハーレークイーン以外の女性キャラクターが集まっての集団ものになるんですけども、はい、でそこも注目 で、はい、でそれぞれバラバラな背景のキャラクターが集まって、うんはい、その背景のドラマがまたいいんだよね。で悪役に追われるっていう、うん、その展開の要請でクライマックスにやっと集まるっていうその流れも面白い、うんうん、でその軍団の方があのバーズ・オブ・プレイでしたよね、うん、あのヘレナ、レニー、ダイナの3人ね、うん、バーズ・オブ・プレイっていうチーム名でね、うんで事前の予想だとほら7人の侍みたいな感じで仲間集まってるのかなと思ったら、うん、そういう流れじゃないっていう、うんそういうストーリーも面白かったね、うん、オーシャンズシリーズなんかはこう割と真の侍的な集め方仲間集めでしたけどあのこの映画はこう違う方向から徐々に集まるのが良かったですね。であの、はい、シナリオが一見ね雑に見えるんだけども、はい、実はかなり伏線が効いてて緻密だったり、はいうんうん、あと体格ではさあの、はい、男に劣るんだけども、うん、バットとかの、ね、武器を利用してね、うん、男と同等以上に戦うっていう部分も見どころ多かったよね。まあ、いろいろすごいと思うこれ、うんうん、よく考えてみますとバットやおもちゃを使うあたりはちょっと無理やりですけどあの今日から俺はミスカシにも通じるものがありますよね。あの時代はこうポップなワルを望んでですかね、うん、ほらあと終盤のアクションでさ、はいうん、ローラースケートが使われてるんだけども、はい、それがもうマーガット・ロビーがほら前に主演してた、はいはい、アイトーニャ史上最大のスキャンダルっていうその作品を見てるとまた感慨深かったりするよね。そうですね、あれはまさにあのアイトーニャ のマーガット・ロビーですよね。であのマーガット・ロビーっていうとあのワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッドでもこう主あの、ね、こうメインキャラで出てましたからね。まさに旬の女優ですよね、うん。で次の作品が僕が、はい、7位に入れた「許された子供たち」という作品なんですけども、はい、これは良かったよね、うんうん、で監督が内藤英介監督なんですけども、うん、あの彼はあの少年少女にまつわる犯罪をテーマにした、ねうん、作品を多く手掛けてきた監督 で前作の「ミスミソ」って作品が、はい、あのいじめを受けた少女によるリベンジスリラーの傑作なんですけども、うん今回は、はい少年犯罪を長年、ね、見続けてきた内藤監督がこれまで蓄えてきた問題意識っていうのをなんかまとめてぶつけてきたような、うん、そんな、ね、集大成を感じたよね、うん、内藤英介監督は先生を流産させる回からすごかったですね、うん、でジャンル映画的な結末を、はいまあ、期待しちゃうとちょっと肩透かしに思えるかもしれないし、はい、で後半の流れもちょっとね肉しゃくした感じで微妙なものを感じるけども、はい、まあでもあの簡単に答えの出ない問題に踏み込んでって、はいまあ、その見る者 のね心を揺さぶってくるそういう力作だと思います、はいうん、で単純な善悪対立にもしてないっていう、はい、その変な救いを入れるわけでもないっていうそこがね良、うん、かったです、うん、ですね。あの内藤英介監督に僕昔インタビューしたことがあるんですけど監督はあのホラー映画とかジャンル映画が好きな方 でそれに準じてできると踏んだのが犯罪者のスリラーらしいんですね、うん、でそして、はい、こういった、ね、少年犯罪に関わってしまったものは、うん、被害者はもちろんなんだけども、はい、加害者の、まあ、もうどっちにしても地獄だっていうそういう現実をとことん描いてるよね、はい、もう主人公の家族がどんどん追い詰められていくっていうそうですね、うん、もうとことん追い詰められてましたね、うん、こう転居に転居重ねて、うん
で、さらにほら、はい、タイムリーなネットでの誹謗中傷問題も入ってるのもいいよね、はい、で周囲の人たちもさ、うん、正義感からこの主人公の家族を追い詰めてしまうっていう、うん、そんな生きづらくなってる現代社会の問題提起もしっかり感じられるよね、うん、やはりですね、あのこの手の社会派作品にはネット描写がこうつきものになりますよね。またあの加害者のほら家族の中でも特に母親のキャラクターがいいんですよ、はい、うん、あの黒岩よしさんっていう女優さんが演じてるんですけども、うん、あの息子の無実を信じてね、息子を守るために一生懸命になってるんですけど、うん、それがなんかモンスターペアレント的でもあり、まあ、ちょっと滑稽さもあってね、出来合いって言いますかね、こう肌から見るとやばいというか、これもまたあの毒親ですよね、うん、でも子供とその友達にパイを作ってあげるっていうシーンがあるんですけど、うん、それが印象的で人間味もある一面もあってね、うん、で主人公のキラ少年が寡黙だから、うんうん、まあ、それもあって結構人気、あ、というか魅力があるんですよ。あ、僕個人的にはね、こう内藤エース監督が先生を流産させる回で監督インタビューをして、でそれ以来の作品ではこう一番クオリティが高さがこう出した作品なんですけどね、ただあの後半のぎくしゃくな感じがね、どうしてもこう拭えなくてこうもう一押しできなかった部分がありましたね。で、あのここまで7作の上半期の傑作を語ってきたところなんですけども、はい、まあ、案の定ね、長くなっちゃったんで、はい、まあ、2人の意見がちょっと割れる映画とか、あと片方しか見てない映画っていうのはまあ10本ほどあるんですけど、はい、まあ、今回ちょっと触れるのは残念ながら省略しますか。やっぱりですね、こうお互いに話すと長くなりますからね、こうもうネバーエンディングストーリーですよね。まあそれぞれね、真面目に語ってたらもう何部作にもなっちゃうっていうね、はい、まあ、それベスト5ぐらいだったらまあ収まりのいい収録になったかもしれないけども、はい、まあ、しゃべり急げたその傑作についてはまた別の機会に語れればと思います。まあそのうち番外編とかよりですね、うん、で、はい、ここでですね、まあ、話題変わるんですけど、今年の上半期の話題作といえば、うん、オスカーその目の、うん、パラサイト半地下の家族と、うん、まあ、もう一本、はい、若者に、はい、まあ中心にサプライズヒットしたスリラーのミッドサマーの2作があると思うんですけど、うんうん、これがなぜ2人のベスト10に入ってないのか、うん、視聴者の皆さん知りたくないですかね。あ、この2本もあの今年上半期の映画として、まあ、語らないとダメですね、うん、映画野郎としては語りますよ。まずあのパラサイトですけど、あの映画野郎の中ではあの去年の映画になりますよね、うん、クレーに東方シネマズ日比谷で あの先行公開があったですかね、うん、そうなんですよね。で私もそれで見て、はい、で映画野郎のベスト10投票でも、はい、まあ、2人ともね去年の、2019年のベスト10のランキングに入れててね、うん、ちなみにパラサイト今年扱いにしましたら確実にベスト10に入りますよね、うん、まあ、実際僕だったら3位ぐらいになるかな、うん、まあ、そう自分なんかで、ね、1位ですよ。あとはあの上半期話題のミッドサマーについてですね、うん、あ、ネットとか見ると、はい、若い人に受けてて、はい、好きっていう人も多いしね、うん、アリ・アスター監督の作家性っていうかね、最近感じるんだけどもね、うん、ミッドサマーはですね、あの悪くはないですし、こう名シーンたっぷりで本来なら好きな映画の部類なんですけど、あれですね、あのスウェーデンのこう村に行くまでの描写がこう長いですし、ちょっと情緒ですよね。ああ、まあね、まあ、ある意味絶望映画とか泣く映画みたいなもんだから、うん、まあ、お互い好きな部類ではあるんだけどね、うん、あグロ描写とかは良かったですね。ああ、そうそう、で映像面でも、まあ、アート性が強いっていうか、うん、まあ、単なるホラー映画にしないぜっていうような、うん、そういう高尚なものを目指してるっていうか、はい、まあ、あの作家性がなんかで、ね、鼻につくんだよね。まあほらなんかジャンル映画っていうものをバカにしたようなさ、かっこつけ感がちょっと鼻につくというかね、うん、ああ、まあホラー映画っていうよりもカルト映画を目指したんでしょうかね。ああ、確かにそうかもね、うん、でも例えばほら逆に今年だったらランボーラストブランドみたいなさ、そういう泥臭いね、はい、ジャンル映画らしい作品の方がね、なんか俺ホッとするんだよね、なんかおっさんだからだかな、うんうん、あとは2020年上半期のシーンに関しても触れましょうか、うん、あのやはりあのコロナの影響があって、あの007とかブラックウィドウとか、あと日本映画でしたらあの燃えよ剣といった対策が先送りになってしまいましたからね。ああ、そうか、それ言ったらさ、ほら、はい、ワイルドスピードの新作だとか、はい、あとトップガンの新作とか、うん、あとほらクワイエットプレイスパート2、うん、あとモンスターハンター、はい、あとゴーストバスターズとか、そういった対策がもう軒並み来年になんか伸びちゃったよね。あのそうしますと、あのベスト10を組んでも、うん、原口さんなんかこうランボーとかハーレクイーン入れてますけど、僕なんか完全にミニシアターとかあのシネコンのマイナー系の作品で固まっちゃいましたね、うん、まあ面白ければね、まあ、公開の規模はあまり気にしないんだけども、はい、今年は確かに、まあ、ハリウッド大作が減って、なんか、はい、みんなが話題にするような映画が減った、それ少なかった印象があるね。映画界もすっかりウィズコロナの時代になりましたね。ウィズコロナね、うん、
で映画館も、ね、はい、いつまで席開けて座るみたいな状態が続くんでしょうね、まあ、また映画館にまた休業要請が出ないことを祈ります、うん、それの中ではまあ分からないですけど、まあ、下半期はこの上半期見れなかった分をこう取り戻したいですよね、うん、ということで、うん、2020年の上半期ベスト10について、うん、以上になります。映画野郎チャンネルの高評価と